まず上から投げるときはもう風がないようなときとか遠投したいとき、こういうふうにして上から投げます。で、下で投げるときはもう手前でするときです。手前でするときはもう下でこういうふうに投げます。で、まああんまり横から投げるときはあんまりないんですけど、横から投げるときもこういうふうにして、投げますけど、まあこっちの方がこうこの動きがあるので手がしんどくなりますね。あんまり横ではやらないですけど、下か大体上かどっちかです。